はい、グレーのニューアルバム、2枚同時に出るんですけど、ジャスティスの方なんですけれども、自分たちがですねあのプロデュースをしまして、今回はみんなそれぞれ機材をですね自宅の方に揃えて、例えばテルは、自分が歌った歌を自宅に持って帰って自分でセレクトしたりいろいろエフェクトをかけたりって、そういった遊び心も満載で、まあ、日立なんかはもう自分の家でギターを弾いたものをスタジオで鳴らすっていうような新しいやり方を僕は今回初めて、見せてもらったんですけども、そういった21世紀型のレコーディングをすごくしていたのが印象的なのがやっぱりジャスティスかなと思ってます。内容はもうグレーのこれからのロックが、一緒に詰まってます。ライブなんかではねかなり盛り上がる曲がたくさん入ってるよぜひぜひこれからグレーのライブに参加しよう。そしてもし興味があるという方はですねこのジャスティスギルティ2枚同時に出しますけれども、ジャスティスの方を聞き込んで来てくれたらまた楽しみが十分増えるんじゃないかと。悲しみはあなたを生かしはしないだろう。苦しみはギルティ、ジャスティスと同時に発売するんですけれども、したのかな。ギルティの方はですねずっともう20年近く一緒にやってるプロデューサーの佐久間さんと共に作り上げたグレーのいわゆる例えば優しいメロディーだったりそういったグレーが今まで放ってきた音楽の集大成なんだ、本当に自分たちが学んできたこと全てですねこのアルバムで表現できたんじゃないかと思います。特にやっぱりグレーのバラードが好きな人とかねグレーの優しい部分が好きな人は多分たまらないアルバムになるんじゃないでしょうか。今回もまたですね台湾の方に遊びに行かせていただく予定です、はい、ということで前回はですね2年前になるんですけども、台湾でですね、まあ、台湾の街の言葉で、皆さんに気持ちを伝えたいということで言葉を覚えてですねカンペまで作って、カンペから自分の言葉を、ね、足元に書いて置いてたんですが、その発音が悪すぎて、なかなか伝わらず、日本語の方がですね、伝わったという、そういうですね、恥ずかしめを受けたので、今回はですね、はい、しっかりと発音を勉強して、皆さんの言葉で、気持ちを表現できたらと思っておりますので、楽しみにしてほしいと思います。いい旅行ですね。はい、頑張ります。前回はですね、たくさんの方に遊びに来ていただき最高の熱い夜になりました。なのでそれを超える最高の夜にしたいと思いますので、皆さんの知ってるねと僕らと出会った頃の曲も、披露するだろうし、今回のジャスティスそしてギルティの方からもですね皆さんに披露したいと思いますので、ぜひともグレーの音楽そして今こうやってねメンバー4人で奏でる音楽をですねぜひとも楽しみにしてほしいなと思います。会場でお会いしましょう。